しばらく寝とけっての。 いい加減にしろよ。 時間食っちゃったよ。 しばらく寝とけっての。
ったく、時間食っちゃったよ。あの、それって しばらく寝とけっての。
いらっしゃいませ。いただ、ごちそうさま。ありがとうございます。矛盾していますぞ。いえ、なんと。え？おい、矢上氏。はい、感謝しておりますぞ。なあ。はあ。ん？はい。ああ。はあ、そうですとも。わかった。拾いにくいな。ほう。
あの、へえ。はい。あの、そうですとも。つまり、なるほど。時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。
だいるのか。しばらく寝とけっての。いい加減にしろよ。おいよ。しばらく寝とけっての。ありがとうございました。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。ったく、時間食っちゃったよ。もしもし、白崎です。矢上さん、今大丈夫ですか？ああ、こっちもそろそろ電話しようと思ってたとこ。三越場殺しの材料が集まってきた。ああ、あとそういえば沙織さん、神奈川県警の渡辺刑事って。ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。なぜか江原を事情聴取できないのでと頼まれて。警視庁のせいだってさ、連中としては自分とこの警官が殺人犯と関係してたかもしれないんだ。
それを神奈川県警だけの手柄にはさせられないんだって。なるほど、そういうことでしたか。沙織さんは次江原と接見する予定は？こちらの準備が整い次第と思っています。その時は八神さんも同席してもらえますか？ああ、こっちからもそれを頼もうと思ってたんだ。ただその前に俺も江原のこと調べないとだな。痴漢で捕まった時の状況とか。でしたらちょうど星野君が明日また痴漢現場を検証すると言ってます。池袋と新宿駅で一から江原の行動を見直したいと。へえ、じゃあ俺もそこに行くよ。わかりました、少しお待ちを。ん？もしもし、星野です。よかった、八神さんも来てくれるなら心強いです。ならよかった。そうだ、明日痴漢事件の資料も持ってきてくれる？現場見ながら大体の流れを聞けると助かる。もちろんです。まずは池袋駅から検証するつもりなので、八神さんも明日そちらへお願いします。わかった、それじゃあ。